今日は岡山県岡山市北区の足森に来てます。足森といえばね、かなり歴史の長い、エリアとされて、趣のある街並みが、残っております。そんな足森なんですけども、この目の前に足森川が流れています。非常に綺麗で穏やかな川なんですけども、こちらね、夜になるとホタルが、見える場所ということで、有名なんですけども、今今日の撮影5月の25日なんですけども、もうすでにホタルが、見え始めているということで、まあ、ちょっとこの時間はねさすがに見えないんですけども、夜の19時ぐらいから、見え始めるということなんですけども、ホタルがね見え始める条件というのは、曇っていて月明かりがないで風が弱い、気温が20度以上ということで、まだちょっと5月の、終わりということで、夜はね冷えるんですけども、だいたい見える時間が、20時から21時と23時と、この深夜の2時に、見えるということなんですけども、まあ、ちょっと昨日の、段階で、深夜の2時来たんですけども、まあ、ちらほらいる感じで、で、まあ、20時21時今日ちょっと見てみようかなということでやってきます。はい、というわけでね、先ほどの場所から車で5分ぐらい北上した、場所にある、ところに来たんですけども、ここはホタルの名スポットということで、今日はねちょっと何人かの方が来てますけども、見えますかね、何匹かホタルが動き始めています。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。